今日の会見で、ことでの植田俊也社長は、安全性向上に向けた取り組みや新年度の事業計画を発表しました。そのうちの一つが、主要駅間の複線化です。高松築港駅から仏正山駅までのおよそ8キロの複線化を2026年度中に完成させる計画で、大田駅と仏正山駅の間には新しい駅を開業させます。 もう一つは新造車両の導入です琴電は現在80両の車両を保有していますその90%は利用年数が50年を超えていて老朽化による運休や遅延がここ10年で18件も起きていますこのため新年度に新造車両の設計に着手し3年以内に新造車両を4両導入したい考えです 実現すれば、60年以上ぶりの心臓車両導入となりますが、価格は1両につきおよそ2億5000万円と高額なため、国や香川県などに支援を求めていくとしています国や県や、皆さん、地域の皆さんのご支援をいただいて、皆様方のご理解をいただいて、あのきっちりとした形でその香川・高松の町に心臓車両が走れるように、準備を進めたいと思っています。